はいどうも、ヒデアンカンフージェネレーションです。このチャンネルは古今東西の様々なバンド、アーティスト、ミュージシャンについてあくまでざっくりご紹介している音楽解説 YouTube チャンネルでございます。今よりもっと音楽を楽しめるように様々な情報を発信しております。というわけで本日の動画はアジカンファン歴20年男が語るフィードバックファイルでございます。よろしくお願いします。僕のチャンネルではですね、毎月、アジカンのオリジナルアルバムについて、僕がね個人的な感想とかをレビューしているという動画を上げているんですけども、今回はフィードバックファイル編でございます。このフィードバックファイルをねやるかちょっと迷ったんですけど、正直アジカンファンとしてはこのアルバムはですね、外せないというか、本当にこうマニアであればあるほどね好きな曲がびっちり詰まってる重要なねアルバムだと思ったんで取り上げさせていただきます。正直ね、リライトとかソラニとか、RERE とか、そういういわゆる代表曲しか知らないという人にとってはですね、一曲も知ってる曲が入ってないアルバムなんですけど、このフィードバックファイルにはね、いい曲いっぱい入ってるんで、かっこいい曲いっぱい入ってるんで、もしこの動画を見た方でね、知らない、聞いたことないという方がいましたらね、このきっかけにぜひね一回でもいいんでね聞いてほしいなと、聞くきっかけになればいいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけで、最初はね基本情報を喋っていきたいと思います。このフィードバックファイルってアルバムはですね、2006年の10月25日に発売された、カップリング集なんですよね。アジカンの結成10周年を記念してねリリースされたものでですね、裏ベストなんて言われているんですよね。この2006年までにリリースされたシングルのカップリング9曲とですね、未発表曲の2曲、そしてライブ音源が5曲入っているというですね、結構てんこ盛りなアルバムなんですよね。でさらに初回版には DVD もついてまして、遥か彼方とか未来の欠片とか、君という花とかリライトとかループ&ループとかですね、本当にこうシングルの代表曲のライブ映像も収められているというですね、かなり、てんこ盛りなお得なねアルバムとなっております。でこのフィードバックファイルっていう、アルバムタイトルの原案はですね、ギターの北さんがね考えたと言われているんですよね。もともと結構長かったらしいんですけど、そのギュッとね短くしてフィードバックファイルという名前になったらしいんですよね。そしてこのフィードバックファイルなんですけど、実は2も出てまして、続編ですよね。その2006年以降のシングルで、そのカップリングとかそういうコンビニだけ入ってた曲とか、そういうのをまとめた、フィードバックファイル2っていうのもあるんですけど、正直その2が出てからも結構時間経ってるんですよ。時が経ってるんですよね。なのでそもそもね今年か来年あたりフィードバックファイル3が来んじゃねえかなって僕個人的にはね目をつけてるんですけど、どうですかね。そんなね1、2と来て3がそろそろ出るんじゃねえかという続編のね続シリーズになってるアルバムの1も今回ね解説していきたいと思います。はい、というわけで1曲ずつね喋っていきたいと思うんですけども、まず1曲目がエントランスなんですよね。この曲はですねデビューシングルの未来のかけらのカップリングなんですよね。未来のかけらにはですね他にもそのわけよっていうね曲がカップリングで入ってたんですけど、そのわけよに関しては君つなぎ5に入ってるんで、エントランスだけねこのアルバムに入っているんですよね。でこの曲はですね真夏の野球がモチーフになっている曲でですね、すごいね疾走感があってかっこいい曲なんですよ。ファンの間では結構ね人気の高い曲なんですけど、この曲のね、歌詞にもその野球の部分が出てるんですよね。もう歌い出しがですね、焦げつくような午後のグラウンドっていう歌詞から始まるんですよね。めちゃめちゃ野球ですよね。はい、というのもですねこっちねもともと野球部だったんですよね。今のこう入れたちからすると本当に野球やってたのみたいな文芸部だったんじゃねえかって感じがするんですけど、バリバリの野球少年だったんですよね。でこの曲はですね結構歌詞が僕好きで、特に好きな部分がですね、弱さを知ったその心ならそうさそうだ悠然と咲くっていうフレーズがあって、この弱さを知った心なら咲くぜっていうところがすごいやっぱグッときますよね。やっぱ弱さを知るとか、そのねちょっとこうマイナスな部分なんですけど、そういうね弱いところっていうのを知ってるっていうところが、もう悠然と咲くきっかけになるというか、
まあ、すごいねグッとくるんですよね。っていうかその味感の描く、まあ、夏っていうのはですね、本当に爽やかな部分だけじゃなくて、こういうちょっとこう暗い部分というか、ちょっと切なさも持ち合わせてるっていうところも僕は好きなんですよね。だから味感の描く夏ってすごいね、やっぱオレンジレンジとは全然違うんですよ。オレンジレンジの夏はねパリピエイみたいな感じですけど、味感の描く夏はですね、どこかジメッとしてるっていうか、なんか暗いというか、でもなんか夏って感じがするっていうか、そういうね夏の描き方してるんで、まあオレンジレンジも好きですけどね、僕はちょっと味感の描く夏の方が親近感ありますね。で2曲目がロケットナンバー4でございます。この曲はね君という花のカップリングなんですけども、正直このロケットナンバー4ってすごい不思議な曲で、あの歌詞の意味わかんないけどかっこいいんですよね。初期の味感って結構歌詞の意味がよくわかんないというか、多分そんなに深い意味を込めてないだろうなみたいな、音とかメロディーにその合う言葉をはめてるみたいな感じがするんですけど、そういうのも含めてやっぱ初期の味感のかっこよさをね感じられる一曲なんですけども、まあ、このロケットナンバー4好きっていう人はですね、僕はかなりマニアックだなって思いますね。なんかリライトとかソラニンとか結構こう代表曲がある中で、まあロケットナンバー4が一番好きというか好きなんだよねってわざわざ言う人めちゃめちゃマニアックだなって思いますね。で3曲目が絵画教室でございます。まあこの曲はですね、その未発表曲だったんですよね。もともとそのソルファのね1曲目のために書かれた曲だったんですけど、後に振動閣ができてちょっとお蔵入りになっちゃったという曲なんですけど、この曲もとにかくかっこいいの一言につきますね。はい、この曲聴いていただくとね分かると思うんですけど、マジガンのかっこいい部分がねすごいギュッと濃縮されてる曲なんで、かっこいい味感を求めてる人はねこの絵画教室ぜひ聴いていただきたいと思います。まあ、余談ですけどね、僕個人的にこう味感のコピーバンドをやってるんですけど、この絵画教室もやってまして、やっぱやるとね気持ちいいんすよ。ギター弾いててめちゃめちゃ気持ちいいんで、もし次にギターとかそういう楽器やってる人はねこの曲カバーとかコピーするとやっぱ弾いててすごく気持ちいいんでね、ぜひぜひね、弾いてみたとかもやってみるといいかもしれないですね。で、4曲目がサイレンシャープでございます。この曲はねサイレンのカップリングだったんですけど、このサイレンっていうシングルがすごい面白くて、そのシャープとはついてるんですけど、もともと同じサイレンとサイレンだったんですよね。でサイレンが2曲入ってるシングルってどういうことって当時にありまして、同じ曲じゃないよねって感じだったんですけど、1曲目のサイレンが男性視点なんですよね。でこのサイレンシャープカップリングの方のサイレンが女性視点で書かれてるんですよね。で同じ、まあ、物語、一つの物語を違う視点で書いてる、だからその同じ曲でやってるんですけど、全くこの曲構成が同じではないんですよね。このサイレンシャープの方が若干その曲時間が長かったりするんですけど、その同じ曲でもなんかこうちょっとずらしたりとか、メロディーを変えたりしてるっていう面白さで、当時はめちゃくちゃ衝撃受けましたね。こんな曲の作り方あんのみたいな。で同じ曲をちょっと違う角度で歌詞書いて構成変えてでも同じタイトルみたいな、すごい当時ねめちゃくちゃ僕は衝撃食らいまして、でさらに曲としてもすごい情報量多い曲だと思ってて、でも君つなぎ5も1曲分ぐらいの情報量あるんじゃねえかなって個人的に思っちゃうぐらい、やっぱ今聞いてもね何回聞いてもすごいいろんな音が聞こえてくるし、この曲どうやって作ったんみたいなとこまで考えちゃうぐらいね、やっぱこう緻密にそれでいて濃密に作られてる曲なんで、やっぱこういうかっこよさもできるっていうのがやっぱ僕アジカンのねすごい引き出しの多いところだなと、魅力的なところだなって思いますね。で、5曲目が夕暮れの赤でございます。この曲はリライトのカップリングなんですけども、正直そのこの夕暮れの赤って曲がですね、それまでのアジカンになかった曲調の曲なんですよね。でちょっとファンクっぽいっていうか、そういうテンポ感の曲なんですけど、それまでの味感ってどっちかっていうとね、やっぱりリライトに代表されるようなね、ギターギャンギャンかき鳴らすみたいな、ギターをめちゃくちゃ弾いてちょっと叫んだりするみたいな、荒々しいこうちょっと音質というか音の感じがね、やっぱりそういうイメージだったんですけど、この夕暮れの赤聴いて、あれちょっとこのバンド普通のギターロックバンドじゃないぞみたいな、こういうこともできるのみたいな、僕はちょっと衝撃を受けた一曲だったんですよね。結構チルめのというかね、
こうなんか夕暮れ、本当に夕暮れ時に聴いたら気持ちよくなれるような一曲なんで、まあ、アジカンのね、まあ、パブリックイメージが結構早いギターロックみたいな感じだと思うんですけど、それだけじゃないよみたいな、結構ゆったりとしたね、落ち着いた曲調もやれるんだよっていうのもやっぱ分かっていただけると思うんで、ぜひこの夕暮れの赤もね聴いていただきたいんですけども、この曲で僕が好きなのはね、やっぱ曲調も好きなんですけど歌詞も好きなんですよね。始まりの前に意味ないなんて言わないでよって歌詞があって、この曲めちゃくちゃグッとくるんですよね。アジカンの歌詞の中でもかなり僕は上位の方に入るぐらい好きで、やっぱこう大人になるとね、何か始める時になんかそれ意味あんのとかなんか思っちゃったり言いがちだったりすると思うんですよね。なんかそれやってなんか得すんのというか、そういうとこまで考えちゃうと思うんですけど、こう始まるの前に意味ないなんて言わないでよっていう歌詞がすごいグッと刺さってて、なんかとりあえず始めてみようみたいな気持ちになるんですよね。なのでちょっとこういう、なんていうんですか、何かを始めるにあたってそういうこと考えちゃう人とか、まあ、ぜひね、そういうのを含めて刺さると思うんで、ぜひ聴いていただきたいと思います。はい、では続いて6曲目が Hold Me Tight ですね。この曲は君の街までのカップリングなんですけど、この曲はですね、インディーズの頃からある曲で、もっと言うとね、大学生の頃からあった曲みたいで、言ったらめちゃめちゃ昔からある曲なんですけども、その昔アジカンってね、日本語じゃなくて英語で歌ってたんですよ。全英語の歌詞で歌ってて、まあ、その頃の曲なんで、この曲もねだいぶほとんど英語詞なんですけど、まあ、途中だけちょっとだけ日本語の部分があるんですけど、ほぼ全部英語の歌詞なんですけど、そのこっちの英語の発音が悪いんですよ。こう言っちゃなんですけどね、本当に日本語にしてくれてよかったなっていう。だからね、この当時のままね、ずっと英語で歌ってたら多分売れなかっただろうなってなんとなく思っちゃったんですけど、ただね、そういう古い時代の曲をね、こうしてカップリングとして入れてくれてるという貴重なね、やっぱ一曲でもあるんで、すごいそういう意味ではこう昔の時間ってこういう風だったんだっていうのを体験できるね一曲だと思います。まあ個人的にはね、そういう英語詞時代の曲を今ちょっとまた改めてやってみるっていうのをね、カップリングでやるのもいいのかなと思うんで、ちょっと今の時間でもまたやってほしいっすね。はい、では7曲目はロードムービーでございます。この曲はブルートレインのカップリングだったんですけども、この曲はですね、そのソルファのツアーの時にね、めちゃくちゃ長いツアーやったんですけど、結構ご当地ソングっていうのを作ってたんですよね。その土地土地で、まあ、その日だけの曲をねちょっと披露するみたいなものやってたんですけど、その時の中の1曲がねモチーフになってるということなんですけどね、まあ、愛媛県でね、ライブの曲がモチーフになってるので、その愛媛県のライブ行った人はね、あの時聴いた曲かって多分なんのかな、まだ覚えてる人いんのかちょっとわかんないですけど、まあ、そういうライブで生まれた一曲ではあるんですけど、この曲の歌詞にもね、野球のモチーフ出てくるんですよね。三塁ベンチの夏が終わるって歌詞があるんですけど、まあ、こっちの歌詞にはね、まあ、こういう風にちょいちょい野球モチーフ出てくるんですよね。まあ、他にも新世紀のラブソングって曲でもね、結構野球のモチーフが出てくるんで、ちょこちょここうこっちの野球少年の部分がね出てくるんで、その辺もねやっぱ歌詞読んでてにやりとしちゃう部分であるんですけど、はい、では8曲目が飛べない魚でございます。この曲もねブルートレインのカップリングなんですけども、この曲はね結構アジカン節が炸裂してるギターロックの曲だなと思いますね。この曲もコピーバンドとかでやったらねすごい楽しそうだなって思うんですけど、よくよく歌詞読むとすごいネガティブなんですよね。例えばですね、飛べない僕らの進まない日々とかですね、何度さ願っても剥がれてしまうよとかですね、あんまり前向きなこと言ってないんですよ。まあ、だからねじっくり歌詞読むと、あ暗いなって思っちゃうんですけど、ギターロックのね曲としてすごいねかっこいい曲なんで、ぜひね聴いていただきたいと思います。まあ、このブルートレインのシングル4曲入りなんですけど、カップリングでね月光入ってまして、月光に関してはファンクラブに入ってるんでね、ファンクラブでぜひ聴いていただきたいですね。はい、では9曲目はですね、堂々巡りの夜でございます。この曲はね、絵画教室と同様に未発表曲なんですけども、この曲はですねすごいギターの音が爽やかなんですよ
ね。というのもですね、確かこのギターのね、あのリードギター確かストラトっていう種類のギターで弾かれているんですよね。普段そのレスポールっていう種類のギターで弾いてるんで結構音が太いんですけど、ストラトで弾くとねかなり軽めの音になるということで、結構この曲に合っててシャープな切れ味のある曲なんで、この曲ちょっとアジカンっぽくないっていうか、ちょっとこう新境地感がある曲なんですけど、でこの曲が結構曲の構成も面白くて、途中でね音がダンって止まってまた始まったりとか、結構こだわりを感じる曲なんで、何年に発表曲だったんだろうっていうですね。確かファンクラブだかワールドワールドワールドだかのね世界観に合わないからボツになったらしいんですけど、なんか非常にもったいないなってですね、そういう曲ね、もしもっとあるならもう出してほしいですけどね。はい、では10曲目が嘘とワンダーランドでございます。この曲はワールドアパートのカップリングなんですけども、この曲のボーカルはですね、ギターの北さんなんですよね。でそのギターの北さんがボーカルを務める曲ってこれ以降ねちょこちょこ出るようになったんですけど、この嘘とワンダーランドがね、記念すべき、まあ、1曲目なんですけど、実はこの曲がですねファンの間でかなり人気が高くて、まあ、通称ウソワンなんてね言われますけど、あのスタジアムライブ、アジカンデビュー10周年のスタジアムライブでこの曲やった時にやっぱ一番盛り上がったんじゃないかってぐらい盛り上がりまして、かなりねそのゴッチがそれに対してちょっと嫉妬してたみたいなシーンもありますけど、それぐらいファンの間では人気高いんで、ちょっと嘘とワンダーランドね好きなんですってアジカンファンに言うと分かってんじゃんみたいになると思うんで、やっぱこの曲はですねやっぱアジカン聴く上で外せない一曲なんでね、ぜひこの嘘とワンダーランドねチェックしていただきたいですね。はい、では11曲目が永遠にでございます。この曲もねワールドアパートのカップリングなんですけども、この曲タイトル永遠になんですけど、歌詞に永遠にって出てこないんですよね。まあ、だからなんで永遠にって曲タイトルなのかね未だにちょっとわかんないですけど、でこの曲もね曲の構成面白いんですよね。普通は A メロ B メロサビとかだったりするんですけど、 A メロ A メロサビ B メロ C メロで終わるっていうですねめちゃくちゃ不思議な構成の曲で、この曲どうやって作ったんだろうって思っちゃうんですけど、多分この時期的にねファンクラブ作ってる時期だったんで、かなりこの曲の構成にこだわってた時期だったんじゃないかなって思うんですよね。結構ファンクラブの曲ってこう癖のある曲多いんで、センスレスとか曲の展開で遊ぶというか展開でこだわるみたいな曲がねあるんで、やっぱこの永遠にを作ってる時も普通の構成じゃつまんねえなみたいな感じで作ったのかなって思うんですけど、そういうなんかこう構成でこだわるみたいなのって最近の時間逆にそういうのないんで、またそういうのを作ってもね面白いんじゃないかなっていう、そういうこう癖のすごい曲というかちょっとこう難しい構成の曲もねまた作ってほしいなっていうね一ファンとしては思いますね。でですね、ここまでがカップリング、そして未発表曲でですね、この12曲目から16曲目まではライブ音源なんですよね。で12曲目の自閉探索なんかはですね2004年の渋谷アックスでのライブ音源なんですよね。この渋谷アックスという名前自体もう懐かしいんですけど2014年でねこう閉店してしまったライブハウスなので、もうすぐね閉店して10年が経とうとしてるので、最近のライブキッズの人はね知らないライブハウスだと思うんですけど、この渋谷アックスで2004年にねやったライブの音源ね入ってるんですよ。で結構だから今のアジカンよりだいぶ尖ってるっていうか荒々しい感じが残ってるんですよね。で13曲目と14曲目がですね、まあ、フラッシュバックとアンダースタンドなんですけど、まあ、2004年の、まあ、日立海浜公園、京浜公園ですかのライブ音源なんですけど、まあロッキンオンジャパンですよね、おそらくね、そのとフェスの時の音源が入ってるんですけど、結構荒いっていうかめっちゃゴッチ叫んでんなみたいな感じするんですよね。今のこうアジカンのね、まあ、ゴッチの、まあ、自由に踊っていいよとかすごい穏やかなイメージと裏腹にですね、かなり、張り切ってるっていうか気合入ってんなっていうのが聞いてて分かりますね。であとアンダースタンドやる時のなんかキャーみたいな黄色い声も入ってるんですよ。で、あ、なんか今のアジカンであんま味わえないっていうかあんまりいないファンだなみたいな
あの時の黄色い声援上げてたファンどこ行っちゃったんだろうって感じはするんですけど、それちょっと懐かしい感じもねするんですよね。で15曲目のナンバーガールシンドロームなんですけど、まあこの曲もね渋谷アックスであった2005年のライブなんですけど、このナンバーガールシンドロームのアレンジがすごく僕は好きで、イントロがねやっぱアレンジされてるんですよ。でやっぱライブアレンジをやってた時期があった、時間って結構ライブでしか聞けない部分とかイントロとかがあったりしたんですけど、それをバリバリやってた時期でこのアレンジかっこいいなみたいなこのバージョンでなんか新しい音源というか新しい曲でもいいけど作ってくんねえかなって思うぐらいやっぱかっこいいんで、こういうライブアレンジを聴けるっていうのもライブ音源のねいいとこかなと思います。で16曲目の RLE なんですけど、この音源はですね2006年の、まあ、横浜アリーナでのライブが、音源になってるんですけど、このね2006年時点でその新しいバージョンの RLE のバージョンになってるんですよね。イントロめちゃ長バージョンのRLE になってるんで、もうこの時からもうねそのかなりライブアレンジで使われてるっていうことですね。正直そのオリジナルが出たのが2004年なんで、2006年からもうそれやっとんかいみたいな感じなんで、その2016年のソルファに入ってたバージョンがすでに2006年からあるっていうのをね確認できる貴重な音源となってるんで、このね RLE 最近のバージョンから知ったという人はですね、この音源聞くとね、あれこんな昔からあんのみたいな衝撃受けると思いますね。ぜひねこのそういうところも含めてね、このフィードバックファイルぜひ一度聞いていただきたいなと思います。はい、というわけで、アジカンファン歴20年男が語るフィードバックファイルでございましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあこのアルバムはですね、まあ B 面集ということでね、まあそれぞれこうバラバラなので、バラバラっていうかあんまりこう一個のコンセプトで作られたアルバムじゃないんで、一曲一曲ね結構バラバラであるんですけど、結構いい曲ね、かっこいい曲ぎっちり入ってるんで、ちょっとソルファとかしか聴いたことないですか、あのベストアルバムぐらいしか聴いたことないですとかね、そういうねちょっとこう浅めのって言ったらあれですけど、ライトなねアジカンを聴いてる人たちはやっぱこのフィードバックファイルを聴いていただいて、まだまだねかっこいい曲いっぱいあるんで、これを機にねカップリングの方にもね手を出していただきたいなと思っております。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録マジでよろしくお願いいたします。というわけで以上、北谷カンフジェネレーションでした。ではまた。はい、というわけで、今回のアフタートークなんですけども、来年のね、2月18日にですねオードリーのオールナイトニッポンの東京ドームライブがありまして、そのグッズを買ったんですよね。で黒い T シャツ買ったんですけど、このついてきたステッカーね、どこに貼ろうかなって悩んでましてこれね、あの緑の部分今透けてんのかな、わかんないです。黒巻き処理でね緑の部分消してるんで、このあのラスタカラーの緑も消えちゃってるかもしれないですけど、このねなかなか大きいステッカーどこに貼ろうかなって思ってまして、まあその今のところ行く予定ではあるんで、ちょっとどう予定がどうなるかわかんないですけど、まあ行く予定ではあるんで、まあ行きますっていうのをアピールしたくってね、まあどっかに貼りたいなと思ってるんですけど、どこに貼ったらいいのやらって感じなんですけど、まあこのオードリーのオールナイトを聞き始めてもうかれこれ3年ぐらいですかね、コロナ禍ぐらいから聞き始めた気がするので、3年は聞いてる気がするんですけど、もう番組が15年やってるんで正直まだまだもう全然浅いリスナーだと思うんですよ。浅い目のリトルトゥースだと思ってるんですけど、どうですかね、15年ずっと聞いてるって人からしたらね、まあ、全然こうひよっこというか、なんか最近聞き始めた人だねみたいな感じかもしんないですけど、どれぐらいのこう子さんリスナーが行くのかわかんないですけど、もう僕はねもう行こっかなというつもりでいます。まあ全然音楽のねあれじゃないですけど、まあそのレポ動画作るのかアフタートークでちょっと喋るぐらいなのかちょっとわかんないですけど、まあねこういった後の感想なんかをね YouTube で喋りたいなと思っております。まああとねこの東京ドームライブ行きますっていう人はですね、ぜひコメント欄でね教えていただければね、もう一緒に盛り上げていきましょうっていう感じ
になると思います。でこの東京ドームのねオードリーのライブ知らなかったって人はですね、ぜひね行っていただきたいって言ったらあれですけど、一緒に行きましょうという感じで、応援ぜひしましょうという感じです。かなりねオードリーの、特に若林さんがめちゃくちゃ頑張ってるというか、集客すごい不安だとね、ラジオでね毎週毎週言ってるので、5万人とかですかね、もう埋めるのはなかなかリスナーだけでは大変だと思いますので、なんていうんですか、生でオードリー見れるということで、足を運んでみるのもねいいかななんて思います。僕なんかがねこう宣伝したところで、底辺 YouTuber ですからね、どれぐらい効果があるのか、効果はね全然ないとは思うんですけど、ぜひねオードリーのオールナイトニッポンの東京ドームライブね、ぜひね一緒に行きましょうと、一緒に盛り上げましょうという感じでございます。ぜひねというわけで次の動画も見ていただければ幸いでございます。以上、キテレンカフェジェネレーションでした。ではまた。